ロッド・アール・ブラゴジャビッチは、アメリカ合衆国の政治家。第42代リノイ州知事を務めた。前知事であるジョージ・ライアンが、汚職などの罪で逮捕されたため、ブラゴジャビッチは、公認を務めた。ブラゴジャビッチは、初めて在任中に弾劾されたリノイ州知事でもあり、25年以上の間で、初めて汚職の罪で告訴された、民主党の政治家でもある。 1956年12月10日に、イリノイ州シカゴで4人兄弟の2番目に誕生した。彼の父であるラディスラブは、セルビアのクラグイエバツ近郊の村からの移民として、成功所で働いていた。ブラゴジャビッチは、レーンテックカレッジプレップ高校から、フォアマン高校へ転校して卒業した。彼は若い頃からボクシングを始めていた。2002年に、 彼の党の知事候補となった。ブラゴジャビッチは予備選挙でイリノイ州の前法務長官であるローランド・バリスとシカゴのカラー軍郊外で良好に経営していたシカゴ公立学校の教育長であるポール・バラスに勝利した。ブラゴジャビッチは南部の予備選挙で55%の得票率を得て僅差で 最初の勝利を獲得したというだけで十分であり、南イリノイでより強力に終わらせた。本選挙で、ブラゴジャビッチは、イリノイ緑の党のリッチ、ホイットニーとトピンカに勝利した。トピンカは2700から600万ドルを支出した。彼は、前知事である、共和党のジョージ・ライアンの汚職のため、トピンカとの提携を試みて、ブラゴジャビッチは再選した。 2008年12月に、メール、電話での詐欺罪も含めた汚職の罪で逮捕された。ブラゴジェビッチは2009年1月中に弾劾され、同月29日に、地図職を解任、有罪を宣告された。2011年12月7日、金庫14年の判決が下され、コロラド州ジェファーソン軍の連邦強制機関に、収監されたが、2020年2月18日、 当時のアメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプによる御社で、原形釈放された。ブラゴジャビッチは、パトリシアと結婚し、二人の子供を設けた。現在、家族は、シカゴの自宅に居住している。ありがとうございます。